あなた勝手すぎるよ。妙子がどれだけあなたを探したか知りもしないで、自分はずっとその姿を見てきたんだよ。目的は韓国です。本当に助けたいなら君が担当すべきだと思う。最善を尽くしてほしいしね、福祉課主任としては。夫としては、山崎さんって特別な人？奥さんの人生も二郎さんの人生もめちゃくちゃになってしまえばいいって。彼は弱いんだから私が守ってあげなきゃダメなの。いつからだろうね、僕らが目を見て話さなくなったのは。